どうもチョッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日も雨が降ってますね。まあ涼しくて嬉しい限りなんですけど、で今ちょっと引っ越し関連の作業が進んでますので、そのミニマリストとしての引っ越しの実態みたいなのをですね、ちょっとシェアしたいなというふうに思ってるんですけども、ドタバタしすぎてですね、あんまり動画撮れてないっていうのがありまして、ミニマリストの実態を知ってほしいので必ず作りますので楽しみにしておいてください。で、今日もですね、そのミニマリストの、まあ、ぶっちゃけどうなの的なですね話をしたいなというふうに思うんですけど、まあ何事もですね、向き不向きっていうのはあると思ってます。そのミニマリストが興味ある人の中でもやっぱり向き不向きっていうのはあると思います。実際ですね、僕もミニマリストやってるので、教えてとかどうやればいいのみたいなですね、結構質問されるんですよ。方法教えてみたいな。で、その基準を決めるんだよ、その迷ったら捨てるんだよとか、60リットルのゴミ袋を20袋捨ててくださいねみたいな、そういうのをちょっとまあお伝えするわけなんですけど、やらない人がいるんですね。あとはそういう基準をですね言ったところで、それは無理とかですね、思いっきりドン引きして帰ってく人とかですね、いるんです。で、そういう人たちのやっぱり共通点ってちょっとあるのかなって思いました。もちろんその僕が今から言う共通点だけじゃないですし、あんまりこう枠にはめすぎるのも良くないかなっていうのは思ってたりするので、本当に参考程度に聞いてください。で、そもそも断捨離する、物を捨てるっていうことは相当ハードルが高いと思います。僕自身もその断捨離する前てか、まあミニマリストとか断捨離っていう概念を知らなかった時は、必要になるかもしんないのに捨てるっていう、なんか意味が分かんないって思ってましたから、断捨離をする、物を捨てる、必要最低限のものしか持たないっていうことは相当ハードル高いんだなっていう認識はあります。もちろんあります。で、まあそういう前提を持ってお話しするんですけど、そのハードルの高さを乗り越える人っていうか、乗り越えざるを得ない人たちっていうのが、僕はミニマリストになる人が向いてると思うんですよ。まあ要するに、その、まあ、めっちゃハードルが高いわけなんで、朝起きて、あ、断捨離しようって言って、まあ、捨てられるわけではないんですよっていうことです。本当にもう捨てなきゃやばいみたいな、そういう人がもうハードルを乗り越えていくみたいな、そういう感じですね。じゃあなんで僕が断捨離をしなきゃいけなくなったかっていうことを話しますと、前回の動画でもお話ししましたけど、僕はですね、納豆1パック、キャベツの半切り100円を買ってきて、それで飢えをしない、しのいだっていう時期があります。まあそれは起業した直後なんですけど、いろんなことやってるんですよ。起業しながらも勉強したりですとか、仕事頑張ったりとか、まあいろいろやってるわけなんですけど、やっぱりこうどうにもいかなくなる時っていうのが、まあ、僕の場合はあったんですね。で、そのいろいろやってもうやることがないよってなった時に断捨離っていうのが来たので、もうこれにかけるしかないっていうので、僕は断捨離をしました。まあ、そんな感じです。わかりましたか？断捨離しかも残り選択肢がなかったんです。はい、なので断捨離をしましたっていう感じですね。まあ、もちろん他の方はそうじゃない方いらっしゃると思います。でもやっぱ僕の周りで朝起きてなんか、まあ今日ちょっと断捨離やってみっかなとか言って部屋の8割のものを捨てる、聞いたことないですし、その断捨、まあこういうですね動画を撮っていて、断捨離なんか面白そうだな、やってみっかとか言ってパランとこう捨てちゃうっていう人はですね、もうあんまいないかなっていう印象はありますね。それよりも彼氏と別れちゃいました、もう本当どうしたらいいか分かんないんです、人生変えたいんですとかっていう人が断捨離をすると、まあ結構簡単に断捨離ができて、そして人生もまあ簡単に変わっていくみたいな、そういうのがありますね。じゃあ断捨離向いてない人はどういうことかっていう、どういう人かっていうと、今に満足してる人、今全然楽しいですよ、あと物に囲まれていて今十分に気持ちいいですよっていう方は、まあ、断捨離する必要はないと思います。あと一人ではできないと思います。はい、一人でその断捨離本読んだからといって断捨離できるわけじゃないと思います。こういう僕もですね、モチベーションを上げるときっていうのは何かしら人の声を聞くようにしてます。実践者の声を聞くようにしてます。まあビジネスもそうですし、あとその筋トレもそうですね。筋トレするとこんないいことがありますよとか、筋トレを
しないとこんなまずいことがありますよとか、俺はこんだけやってるぜみたいな、そういう人の話を聞くと僕はよっしゃやってやろうみたいな、そういう気持ちになります。筋トレもハードル高いと思います。マラソン前に続けたりとか気軽にできると思うんですけど、継続はできないですよね。なので相当やっぱりこう人生を変えるっていうのは覚悟が必要だと思うんですよ。まあ、このチャンネルではそのミニマリストの実態を、まあ、なんかああこんな変態がいるんだなとか、ああそういう人間もいるんだ、面白いなって思ってくれればいいので、断捨離を進めてるわけではないです。生物学的に言うと人間って正直変わりたくない生き物だそうです。なので人生変えたいとかいう、まあ、自己啓発ですとか、まあ、本いっぱいありますけど、心の奥底では人間は変わりたくないんだそうです。なので不幸な人間は不幸なまま変わりたくないですし、幸せな人間はいつまでも幸せでいたいっていう、そういう感じですね。なので断捨離するともう人生変わっちゃうんで、なので本当に人生変わっていいのいいんだったら断捨離してくださいっていう感じです。ちょっと今日もふんわりふんわふわな話しかしてませんけど、参考になりましたか？まあ、もし1ミリでも参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただくと大変嬉しく思います。ブログ形式というよりかは、ただこうやってただ喋ってるだけの動画が続いてますけど、また最近、またですね、ちょっとブログを再開していきますんで少々お待ちください。であと、ミニマリストのその引っ越しの状況ですね、引っ越し事情、自分自身でも引いてるので、俺こんなことやっちゃうんだみたいな、引いてるんで、それもですね、皆さんに面白おかしくシェアさせていただければなというふうに思うんで、はい、楽しみ。